皆さんこんにちは、ギタリストの石積和弘です。今日はすいません、なんかちょっと画面をね下から覗き込んでおりますが、はい、あの画面のあの中心にですね、ギターの指板がね、ネックが来てますので、あの左手のことをするのかなってちょっとね、あの勘のいい方はもうお察しいただいているかと思いますけども、はい、あの今日は左手のね弦の押さえ方、まあ本当にあのギターを弾くという意味ではの当たり前のことというか、まあ、基本中の基本なんですけども、その基本をねどれだけ深めていけるかということで、ね、発展があるかないかっていうのはほぼ決まりますので、ちょっとその左手のね、弦を押さえる時のテクニックというか、まとめをちょっと今日はお話ししたいかなと思います。はい、ではですね、顔がちょっとずつ画面から消えていきまして、でまあ、今日左手のお話ということでちょっと復習からいきましょうかね。皆さんの左手のこう構えの、ね、作り方っていうのを皆さん覚えてますか、ね、以前の動画であの手の握り方から解説したかと思うんですけども、五輪の書の、ね、宮本武蔵が言ってるわけですよ。小指に力入れなさいって。ですからまあ小指から握っていきますということですね。で親指はそっと人差し指の横に添えるだけね、若干逆ぞってるっていうのが、私が思うところの第一の構えですね。はい、で次の、構えでギターの構えってことになるんですけども、この、親指の第一関節のラインにですね、人差し指中指の爪のこの線を合わせます。で、薬指小指はこの中指、人差し指のラインに大体合わせてもらいます。これで第二の構えということになりますね。これがまあ一応ギター型ということで多分お話をしてたかと思います。はい。で、この状態で親指を動かさないようにして、人差し指から小指までをこうゆっくりね、上げ下げできるようになれば、左手のね、動作の質すごく高まりますよというお話を以前してると思います。はい。一応これができるという前提でちょっと今日はお話をね、していきたいと思います。はい、ではこのせっかく作ったねギター型の構えですけども、その通りあのギターに合わせてみましょう。はい、ではですね、まあ、実際こうひっくり返して手を開いてネックにセットすればもうそれで完了なんですけども、ちょっとねよく質問を受けるので、あのこの親指ね、あのネックの裏側どこに置くんですかって結構言われるんですよ。あまりね気にしないって言ったらおかしいんですけど、先ほど構えた通りのことをこうやってるだけのことなんですよね。ただちょっとやっぱり姿勢が崩れてしまう初心者の生徒さんすごく多い関係で、親指はここで合わせますよっていうことはレッスンでもすごく重要なポイントでお話ししてます。このその第一関節のしわのですねちょっと上あたり、この辺がねネックと親指の接点です。これ以外はねほぼありえないと思ってください。この辺で押さえちゃうとかこの辺が当たるとかっていうのは基本的にはないと思ってください。もうここ以外ね安定して親指が力まずにね支点としてこう腕なり構えを取れるという場所、ここ以外ほぼないと思うんです。まあ、この辺りですね、これよりも下に行くことはないですし、これより上行っちゃうと大体こういう力みが入っていくので、このラインの若干上ぐらいです。少しくぼみがあると思うんですけど、ここにネックのカーブを合わせていってもらえれば、以前にお話している方向でね耐えることができるので、力む必要なくしっかりとこう力強い構えを取ることができますのでね、ここでネックの裏を捉えるってことを覚えておいてください。はい、でまあ形を作って、じゃあねやっとその左手の構えのお話、構えじゃないや応弦のねお話になってくるわけなんですけども、この左手のテクニックなんですけども5つあります、ね。先にちょっとお話ししておきましょう。何が5つあるかっていうね、この辺に出しますかね。はい、第1にねプランティング、第2に、応弦ですね、第3に保持、第4に脱力、第5に離弦ということになります。はい、ちょっとカンペなしに言ってるんでちょっと少したどたどしくてすいませんね。はい、でこの5つのプロセスをちゃんと、まあ、意味がありまして、丁寧に実行していけばですね無理なくこう少しずつ成長ができます。でこの5つのプロセスを割と、まあ、存在にしたりだとかすっ飛ばしながらこうね、練習をしていきますといつまでたっても左手のね押さえが決まらないんですよ。当たるも八卦、当たらぬも八卦みたいになっていきますので、確実にね、
あともちろん楽に抑えていくというためにこの5つのプロセス非常に大事なんで、これからじゃあ説明させていただきます。はい、ではですね、まず最初のプランティングってことなんですけども、これはあのプランティングって言うと言葉がちょっと難しいんで、まあちょっと意味下に出しますけども、でもね、意味としては指をね弦にセットすることだと思ってくださいね。ちょっと分かりやすく今日はねビデオで見てもらうために特別な押さえ方はしません。指4本同時にまあ派手に動きが派手になりますので、指4本を同時に動かすということでちょっと今日は全部お話ししたいと思うんですけども、これはですからこういうふうに置くだけというのが、プランティングの意味だと思ってください。これね、なぜそういう定義があるかと言いますとね、大抵の方もいきなりこうやって押さえようとしちゃうんですよ、ね、じゃなくて、5つプロセスがあるわけですけど、まずはその狙った場所に指を置く、配置する、ね、これがプランティングだと思ってください。じゃあプランティングじゃなくて配置でいいんじゃないかって気もするんですけども、なんかクラシックギターの業界でも結構プランティングって言葉がもう一般化しちゃってるんで、一応プランティングって言葉を使います。でもまあ配置とかセットってことでもいいかもしれません。単純に指を置くだけです。はい、ただね、まあ、その指を単純に置くだけっちゃ置くだけなんですよ。力入れません。ただこのプランティングをする際に何が大事かっていうと、姿勢とこの左手の構えをちゃんと確認しておくということが大事ですね。このプランティングのね、その姿勢と構え、まあもちろん指先のこの形の表れ何でもいいですよ。ね、この形がしっかりいい形が取れていればね、もう大体7、8割完成したようなもんです。はい。ですので、一番最初が一番肝心ですので、プランティングという要素、ぜひ皆さん覚えておいてください。いきなりパーンと押さえないってことですね。まずは、姿勢と構えをチェックしながら指を弦の上に配置する、ね、セットするということが大事です。第一のプロセス、プランティングですね。はい、では次第二のプロセスいきましょう。次は黄弦ということになります。で、黄弦というのはそのまま弦を押しますよということなので、ゆっくりこう、まあ、今回ちょっと指4本でねデモンストレーションしますけど、こんな感じで力を入れていきます。で、力を入れるともちろん指先が弦を押していきますね、押し下げていきます。そうすると、弦が、フレットにつくと、ここまではちょっとカメラで撮れないと思うんですけどね、ゆっくりこう本当に、まあ今ローポジションにいますので、弦とフレットの隙間が1ミリ2ミリみたいなお話ですから、ちょっとほとんどわからないかもしれませんけど、これでもねコツをお話ししますよ。この黄弦する際、いやその弦に力を加えていく際なんですけども、動作を行っているのは、メインの動作を行っているのはこの指の付け根の関節ですね、まあ、第三関節と言ってもいいのかもしれないし、ね、ここが曲がっていくということになります。これね、なかなか曲がらない方、大人の生徒さんすごく多いんで、これはちょっと時間かけて少しずつ、先ほどのこれですよね、練習してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、で、あとはその力の質なんですけども、急にパッと押さえません、ね。今これ丁寧に弾く練習をしてますので、ゆっくり力を加えていきます。で、そのゆっくりっていうのは徐々に力を加えることですので、まあこれもちょっとこれはね、業界ではあまり使われない言葉なんですけど、加える圧力と書いて、まあ加圧ね、この力の入れ方は加圧をするということで、ちょっとね、言葉よかったら皆さん覚えておいてください。あまり業界では言われません。ね、加圧です。なんかこうスイッチを押すみたいにピッピッてこう行くっていうのはちょっと別のテクニックだと思ってください。今本当に左手の弦を押さえるというテクニックをどれだけ丁寧にやれるかというお話ですので、徐々にそれこそなんかこうね、水道のバルブを少しずつこう締めていってるようなイメージだと思ってくださいね。指の付け根から力を得ていきます。はい、で、左手っていうのはその必要に応じてずっとこう音が伸びてる間、弦をそのフレットにこうずっと押さえつけてないといけないわけですね。その押さえつけて、そのまあ耐えてるというかですね、ずっとその力を入れたまんまの状態をキープしなければいけませんので、第3段階では一応保持というね、まあ、日本語があるわけですけども、保持をするわけでございます。はい、で、補充する時にもちょっとね、大抵その時間があるという前提ですので、少し確認しましょうか。例えばこう手首が、ね、こうなったりとかこうなったりとか、力んでないっていうのは大事ですね。大体まっすぐになってるっていうのが、
大事です。あともちろん肩肘ね、変な力が入ってなく垂れ、左腕が垂れる感覚があるっていうことは、ちょっとその保持の段階でも少し、チェックしてもらうといいと思います。であとですね、これ、もうちょっと私ならではというか私しか使わない用語かもしれませんけど、これね、先ほどの黄源からこの保持に行く時なんですけど、力の質をねちょっと変えられたらいいんですよね。はい、何が言いたいかと言いますと、ね、ちょっと手離しますね。皆さん私の手の中になんかレモンかなんかを握ってるっていうのをちょっとイメージしてみてください。でギューッと果汁を絞ると、これでなんかあたかもこう弦を押さえに行く時のモーションにすごく似てるので、ギターもそうだろうと思って案外力入れちゃう方は結構多いんですよ。でこのね、まあレモン絞りのプロがいたら、いやそんなことはないって言われるかもしれませんけどもね、普通な感覚でこうレモンを絞っていくとしますよね。皆さん5個とか10個とか絞ったら相当手痛いと思いますよ、ね、ですのでこのでもそうですね、レモンのこう絞るのに5個10個絞るのに3分はかからないでしょう、ね、でそれだけこう力を入れていったらもう大変なわけですよ。でも、ね、音楽をするときに曲によって10分、20分、30分ってことになるんで、じゃあギタリストってすごい握力持ってるのかって、ちょっとなんかそれは僕違うんじゃないかなと思うんですよね。力の質が違うと思うんですよ。ですので何か物を潰すような、力の入れ方で弦を抑えるっていうのはあまり実はよろしくないんですね。じゃあプロはどうやって抑えてるのって言った時にですね、イメージとしてはなんかね、これ指先を使うという例えじゃないんですけど、なんか時代劇に出てくるような大きな武家屋敷のね、木の門をドンと手をついてギューッとゆっくりこう押してね、押してこう開いていくような、なんかそういうイメージの力の入れ方だと思ってください、ね、これもうね指先でこうなんかこういくっていう感覚じゃないんですよ。なんかこう、実際その手のひらなりその触れてるところがちゃんと、扉なら扉、この場合は弦になるわけなんですけど、しっかりなんか一体化するような感じで、体全体で押していくようなイメージ持てますよね。なんかそのお城の扉をこうね押し上げていくようなイメージだとすれば、なんかそんな感じでね力を入れていってそれを保持する感覚なんですよ。はい、ですので非常にね何て言うのかな、押していくときは能動なんですけど、保持しているときはね、なんか能動じゃなくて受動って感じなんですよね。はい、大きな扉を押そうとすれば必ず反作用って言って押し返されるわけですよ。その時に押し返されないでそのまま突っ張ってられるっていう感覚がね受動だと思ってください。これ僕今難しいこと言ってると思うんですけど、この手ってもう本当にねもうミラクルですよ。本当にね、ちょっとしたことで全然違う働きになるんで、ね、そういうふうに力の質の変換をね少し皆さん測っていきましょう。どこかで少し気にしてください。今私が言ってること、いや、ね、吉住言ってることはなんかわからないっていうことになるかもしれないけど、ね、でも上手いギタリストほどその受動の力をうまく使って疲れないように、でより確実に弦を押さえていってると思ってもらったらいいですね。ですから能動から受動への力の質の転換を測っていくっていうのが、黄源から、保持に行く時の、一つのちょっと秘密ですね。はい、じゃあ、保持しました。はい、保持しましたよね、黄源して保持しました。じゃあ次の第4のステップは、あれでしたね、脱力ってことになります。脱力っていうのは、これイコール実はね消音です。音が消えること、音を消すことになります。じゃあどうやって消すかって言ったら、その脱力っていう通りなんで力を抜くことです。はい、先ほど言いましたね、この指の付け根の関節をメインで動かしてましたよっていうこの力を、抜いていくことです。ただ、プランティングの状態に復帰するだけで指が弦から離れることはないですね。はい、今どんな状態になってるかというと、これちょっとカメラじゃわからないと思うんですけども、わかるかな、こんな感じでね、はい、弦がフレットから離れてますという状態ですね。で、弦がフレットから離れてます。それで、指先ね、鉄のように柔らかい、鉄のように硬いものではないので、弦の振動があるとすれば、
指のこの柔らかいところが弦に触れますので、指先が弦の振動を吸ってしまうわけですね。それによってあの音が消えます。まあ、やってみましょうかね。ね、音が出てる、こういうふうに消えるわけですね。脱力で消えますね。いいですか。はい、でこの脱力でこの音が消えるという時に、はい、あの指はまだ弦から離れてないということが大事です。はい、いいですね。でこの、脱力ですけども、これもいきなり抜くっていうことはあんまり考えないで丁寧に練習する場合はね、はい、あの先ほど加圧って言いましたよね。脱力の時は減圧を意識しましょうね。高まってたこう力をですね、少しずつ緩めていきますね。まあ、水道だったら蛇口を少しずつ開いていく、バルブを開いていくような感覚なんですか ね。ゆっくり脱力していきましょう。はい、で最後の、プロセスになりますけど、まあ、離弦ということになります。でこれはの弦から、指が離れればいいわけですね。これであのプランティング以前の状態に、あの本当の最初の構えの状態になるわけなんですけども、この時が一番逆に言っちゃうとね、神経使う時かもしれません。ちょっと一回こうあの離弦してみましょうか。なんかウェーンって音鳴りましたよね。これね、雑にこう離れるとこれも音がしちゃうんですよね。ですので、先ほど減圧って言いましたけどもね、脱力の時に減圧して、減圧でこの圧力がゼロになった時が、プランティングのポイントに復帰したということなわけですけども、離弦の際はなんかさらに減圧していくと、まあマイナスになるわけですよね。それでやっとこう離れていくという感じになりますね。もう一回やりますね。プランティングしますね。こうかな、分かるかな。プランティングします。ゆっくり加圧して応弦しますね。あ、ごめんなさい、もうちょっとこっちがいいね。はい、音が出ました。で必要なくなったらば、ゆっくり減圧して脱力して消音されます。でそのまま、減圧をずっと続けていけば、これはのマイナスになっていくので、指が弦から離れていくと、この時にあの余計なノイズが出ないことと。はい、よろしいでしょうかね。はい、ではちょっと顔がずっとまた下がってきましてですね、はい、ということで、この5つのプロセスがあの左手のですね、応弦の時の、まあ大事なプロセスになります。これ一つでも抜けると、あの演奏が荒々しくなりますし、先ほどちょっとお話ししたいろいろと、ね、秘密というかコツがありますよね。これもね、本当に丁寧にあの練習してもらっていけば、だんだんその先ほどの能動が受動になるとかね、あのだんだんのその質の転換ができるようになってきますから、はい、ただね、こう数弾いてれば上手くなるというんじゃなくて、いかにねいい作法を知って、その作法通り練習していくかで、まあ、その作法を実行できるかどうかっていうのは、やっぱりそのね、生徒さんと私との信頼関係だったりですとか、あとその方がこうね、やっぱりこう性格が真面目で、じっくりとそういうふうに丁寧にあの心をね、静かな心で、ちゃんと丁寧に練習ができるかどうか、あのそういうところがね、上達 の本当に、コツだと思います。はい、まあ、ということで、今日お話しした内容、皆さんのお役に立てれば幸いでございます。はい、またね、お会いしましょう、ね、次はまたちょっと何でしょう、右手の今度はまたお話にしましょうかね。はい、ということで、では、お別れしたいと思います。皆さん、アディオス、アスタルエゴー。